仕事大学校とは、働く意欲のある若者に実践的な教育、研修を行い、実際に就業しながら、夢を実現させることを目的として2005年11月に、パソナグループが設立した、教育訓練施設である。学校教育法で定められた大学ではないため、学位の取得はできない。入校後の2ヶ月程度は、基礎研修で、キャリアデザインを行うとともに、 コミュニケーション能力、一般常識、PC スキルなどを習得する。基礎研修を終了すると、原則12ヶ月間の研修派遣に移る。研修派遣を終了すると卒業となる。研修派遣では派遣スタッフとして、業務を行い、各派遣会社より給与が支給される。上記のプログラムとは別に、以下の2種類の特別プログラムが用意されている。 職務経験の浅い若者やフリーターに、海外での仕事の経験と語学力、技術を身につけさせ、将来のキャリア形成のサポートを目的とする。2ヶ月程度の基礎研修では、異文化交流や海外就労に関する知識なども学ぶ。派遣研修では、12ヶ月以上の中国での就労となり、主に日本向けコールセンターなどの業務を通じて、仕事の技術を身につける。 帰国後に卒業となる。選考会を経て入校となり、研修参加費として12万6000円が必要である。フリー,ーター経験者などの若者を対象に技術者の育成を目的とする。2ヶ月の基礎研修の後、2ヶ月の専門研修を経て、パソナエンジニアリングの社員として就労を開始する。選考会を経て基礎研修を受講し、 基礎研修終了後には入社先行試験が行われる。ありがとうございます。